はい、じゃあ今週も始めましたザ・レスポンスポッドキャストナビゲーターの西野です。今日は新しいナビゲーターって言ったらいいのかな、ポッドキャストのパーソナリティが増えるので、そのパーソナリティを紹介したいと思ってお届けしようと思ってます。今画面に出ている高木くんです。はい、よろしくお願いします。まさかの東京大阪中継だね。紹介するのに場所が違うっていうこの謎の。そうだよね、考えてみたら変だね。考えてみたらちゃんとやれよみたいな感じだよね。うん、しょっぱな違う会場で話すっていうね感じらしい。まあまあこういうところはよくありますよ。でも文明のべきですから。まあでも考えてみたらこういうこともできるようになってるわけだからね。うん、そうですよね。いいですよね、時代が。昔カメラっていうごっついのを用意してさ、はいはい、撮って編集して、うん、配信するっていうのがあったけど、うん、今やこのパソコン1台ないしは iPhone 1台でしょ。そうですよね。うんうんうん。まあごめん、話早速それなんだけどさ。高井くん、まあ、今ね、ザ・レスポンスの方でもセミナーしているんだけれども、まあ、多分知らない人もいると思うんで、まあ、簡単に自己紹介してもらえるかな。はい。高木仁也です。ザ・レスポンスの、まあ、何ですかね、いろいろやってるんですけど、まあ、セールスライティングをしたりとかですね。まあ、もともと僕、お客さんで、5年前ぐらいですかね、このポッドキャスト見てた側なんで、一番のお気に入りのポッドキャストはやっぱタピオカの話ですかね。まあ、山田さんが、はい、メルマガでも、クソンセさんの話であったんですけど、タピオカの話は僕5、6回聞いたっていう感じで、どんだけ暇やねんっていう感じなんですけど、はい、まあ今はこう、もともとお客さんで入社して、5年越しというか、まあ、憧れのこのポッドキャストに出れたという感じでね、出させていただいてます。はい。まあ普段は、はい、セールスレター書いたりとか、まあセミナーやったりとか、あとはまあ事業の、運営みたいなところですかね。まあ、そのあたりを、主に仕事としてさせていただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高井さん、あれだよね。すごいさ、はい、謙虚だよね。いえいえ。まあ、自己紹介して雑にお願いしちゃってるけど、はい、高井くんは今、あれじゃん。まあ、すげえ分かりづらいけど、そのザ・レスポンスっていうブランドも統括しつつ、まあ、言ったら、そのザ・レスポンスの上にこうマーケティングの事業部が、まあ、そうごめんなさい、うちの話をしますから。で、はい、ストラテジックプロフィッツとか、ね、うん、まあ、ケネディとか、まあ、エベとか、うん、まあ、いろんなブランドがこうぶら下がってる中で、まあ、結構全体見て今すごい回してるじゃん。はいはいはい。はい、個人的にすげえなと思った。なんでかって、あ、大丈夫、お世辞は俺基本言わない人だからさ。お客さんに対してもお世辞あんま言わないから俺。やっぱ多少言うけどさ。でもすごいなと思うのは、そのちゃんとそのマネージャーとしてこう PDCA 回すじゃん。ああ、ありがとうございます。うん、俺できないからさ。始めてこう形は作るけど、なんかボロボロみたいな、綺麗にこう、ね、マネージャーとして直すっていうところは俺苦手だったからさ。それをちゃんと綺麗にやってるっていうのはすげえなっていうふうに外から見て思って、ああ、で、まあ、言うべきタイミングで言ったら多分ここかなと思って一応言っとこう。なるほど、ありがとうございます。一発目の初っ端で、いやー、リアルで聞きたかったですね、やっぱり。そうだな。まさかがこの画面上で褒める、画面上で褒められるっていうか、謎の紹介で。でもなんかてかさ、そもそもさ、はい、なんで出ようと思ったの？あ、そうなんですよ。いや、それはね、もう聞いてほしかったんですけど、まあ、なんかさ、すげえさ、こうさ、ポッドキャスト、まあ、出たいですっていう、まあ、露骨な感じではないけれども、はいはいはい、はい。まあ、言ったらさ、このメルマガ確認したら、その、ポッドキャストで、まあ、特にポッドキャストってさ、言ったら、まあ、こういう感じじゃん。はい、はい。フェイス・トゥ・フェイスで話したりするわけじゃん。うん。まあ、言ったら、多少の、なんていうかな、まあ、手間っていうのはやっぱあるわけじゃん。はい、はい。現実はい、多分いろんな人がアポ取るとかさ。うん、うん、うん、うん。なんで出ようと思ったの？ですね、まあ、これちょっと話すと、まあ、長くはならないんですけど、最近ちょっとセミナーをやるようになりましてですね。
て、まあ、AWAI の、あの基礎編を購入していただいた方に、まあ、スタートアップセミナーっていうの、まあ、セールスライティングを、まあ、どういうふうに始めていけばいいのかっていうセミナーを最近ちょっと、まあ、講師として、あの、させていただいて、で、その場で結構こう、まあ、僕のこと知ってる人みたいな、こう、手を挙げてもらうんですよね。はい。で、皆さん、お集まりいただいてありがとうございます。まあ、セミナー来てもらって、まあ、このセミナーで、まあ、セールスレターが書けるようになりますと。それに、まあ、どういうふうにしていくかをお伝えしていこうと思うんで、っていう話をこう、淡々として。で、うん、僕の方、知ってる方どれぐらいいらっしゃいますみたいな。自己紹介の前に、まずそもそも僕知ってる方どれぐらいいますかって聞いたときに、誰も手が上がらないという、この非常にアウェイがすごい。アウェイなやつだね、それは。あれ、シーンって、みんな手が上がらず、もう、あ、これはかなりのアウェイだ。で、試しに、まあ、僕はまあ知らないだろう。まあ、メルマガも、ストラティックプロフィットでちょっと書いてたんですけど、まあ知らない、うん。で、レスポンスでもそんなに出てない。でも、西野、まあ、今、何でした西野知ってる方って言ったら、もうほぼほぼみんな手が上がるんですね。なるほど。西野知ってる。で、僕は知られてないんだ。これはやばいな。で、まあ、やっぱりそのセミナーに来ていただくお客さんで、よく声いただくのが、その、まあ、メルマガ見てましたっていうのは結構あるんですけど、そのポッドキャスト見てましたっていうお客さんが結構多くて、で、一回会ってみたいと思って来たんですっていうので、まあ、結構この高額のセミナーとかにはお客さんがこう来ていただいてはいるので、まあ、ポッドキャストに出れば、俺もこの知名度が上がるだろうと。スタートアップセミナーにたくさんの人に来てもらえるんじゃないか。そういう狙いがあって、こう、ポッドキャストにこう出させてくれという感じで、こう、来たという感じですかね。はい。マネージャーのくせに浅はかだな。ね、浅はかな。いいいいいい。でも、確かにそうだよね。ポッドキャスト、ポッドキャストで、こう、まあ、俺も多分そうだよね。ポッドキャストとか、ビデオとかで出てて、なんか、知りましたっていう人は結構多いからね。うんうん、まあ、多分、そこに来る人多いよね。セミナーで、ポッドキャスト聞いてる人。うん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 、そうですね。あ、でも悲しいね。悲しいですよ。あの、知ってる人いない。知ってる人いないです。誰もいない。シーンってなるんで、あの、じゃあ覚えて帰ってねっていう感じでこうやるんですけど、なかなかスタートがね、アウェイだと、なかなかセミナーのあれも悲しいなという感じがあるんで。まあでもあれじゃん。その俺もなんだろう、そのセミナーとかの感想とか聞いたりするけど、すごい。なんかいい感じじゃない？そうですね、すごい。そうですね、スタートアップセミナーに来ていただいて、やっぱモチベーションがこう上がったとか、セールスレターの考え方が分かったとか、うん、勉強はしてるけど、頭では分かってるけど、どうしたらいいかが分からんっていうか、アウトプットが出せないっていうのが、うん、こうすっきりしましたっていうのは、結構感想としてはいただいてはいるんで、まあ、ぜひ、これからこうセールスライティングを学ぼうとか、セールスレターで成果を出そうとか、まあ、売上を安定させたいっていう方は、まあ、来ていただけるとすごいいいんじゃないかなと思っています。うん、そうだよね。うん、なんか、多分講師の伝え方とか、バックグラウンドってすごいあるよね、あのセミナーはね。ああ、そうですね。そうですね。うん、その辺もね、来てもらったら、こう、僕の背景がね、知れるかなと思うんで。確かにね。はい。確かに。来ていただきたいなと思いますね。あの、実際さ、その、はい、セミナーに来て、あ、てか、やってみてとかさ、やって、はい、なんかその、まあ、あ、こういう人がいるんだなとか、うん、あのこういうところが結構みんな、なんか、まあ、突っかかってるというか、はい、あの、はい、どういうのかなっていうのがあったら、ちょっと、なんかシェアしてくれないか。ああ、なるほど、なるほど。まあ、これ、ポッドキャスト見ていただいてる方も、まあ、僕も多分昔そうやったんですけど、まあ、今こうね、代理出版に入って商品を販売する側にこう変わったわけなんですけど、まあ、当時のこう悩みが、セールスライティングが重要なのは分かるんですよ。うん、重要なのは分かって、まあ、売上が安定するとか、レバレッジが効くっていうのは頭では分かるんですね。で、セールスレターをこう書いたら自分のその世界が変わるとかっていうのは、すごい分かると。で、こう教材っていうか、まあ、商品を購入して、自分で勉強したりとか、いろいろしてはいくんですけど、その最終的にこうどうしたらいいかが分からないんですよね。その形にならないというか、頭の中ではこう理論とかテクニックとかいろいろ知ってはいるんですけど、それをこう、なんていうんですかね、セールスレター1枚にこう起こせないというか、どういうふうにしたらそれができるのかみたいなところが、まあ、ずっと僕のまあ悩みもあったんですけど、結構会うたびにお客さんに言われるというか、
頭ではわかるけど、それをこうやってどういうふうに書いたらいいのかみたいな。書ければ、成果が出るっていうのはわかってるんやけど、書けないっていうのはすごい、まあ多いなっていうのは、セミナーをやってても思いますし、まあ、僕自身もそれはすごいあったので、まあ、そこの問題をこう解決できるというか、その第一歩の部分ですね。書くにはどうしたらいいのかっていう、一番最初の部分が、このスタートアップセミナーでお伝えしている部分にはなるんですけど、やっぱ帰っていくときには、あ、もうそれをやればいいんだと。うん、まあ、最初はそういうふうにしていけば、勉強もまあ進むし、もちろんそのセールスレターも書けるようになるんだっていうのが、まあ、わかるというか、わかって、今後どうしていこうかみたいな、結構スッキリされて帰られる方はすごい多いですね。なるほどね。まあ、高木くんも、なんだろう、言ったら、お客さんだったわけじゃん。はいはいはい。そのお客さんだったときに、まあ、ライティング勉強して、はい、なんかそういう、なんか、もやもやした悩みとかってあったの？あ、結構ありましたね。テクニックとか知ってるんですよ。例えば。こうやったら、例えば、ヘッドラインこういうふうに書いたらいいとか、リードはこれがいいとか、なんかその、二人の男のストーリーがいいみたいなとか、はい、あのピアノコピーがいいみたいなのは知ってるんですよ。あるあるある。でも書けないですね。それをこう、どうやって自分の商品に落とし込むかみたいな部分が分かんなくて、でもこう、表面上のやつを書いたら書いたで、これでいいんかなと思ったりとか、うん、正解がないというか、分からないっていうのが結構、当時のすごい悩みではありましたね。それで出していいんかなみたいなのがすごい、で、出せないみたいな。はいはいはい。ではいたもののみたいなのはあったんですけど、まあ、このセミナーを受けてもらうと、そういうのもなくなるかなっていう。あ、これは出してよくて、これは出したらダメなんだとか、これはなんか売れる確率が高くて、これは売れる確率が低いみたいなところも、まあ、スタートアップセミナーに来ていただければ、わかるかなって思いますね。うん、確かにね。あれ参加者、そんなの結構わかるようになるよね、ある程度は。そうですね。その辺がすごいスッキリするかなとは思いますね。まあ、俺もやってたから、やってたっていうか、なんだ、やってたっていうか、そのなんだ、まあ、俺も何回か講師して、はい、まあ、昔のことをやるたんびにさ、思い出すんだけどさ、うん、まあ、今も若干そういうのは、なきにしても、なんでもかんでもあるけどさ、うん、絶対さ、あれだよね、フォーカスがないっていうのがあるよね。そうですね。ブレるじゃなくて、ない。それが何だろう、何事においてもその何だろう、フォーカスがこうビシッと決まる人と、うん、そもそもないとか、もやもやしてる人って、うん、明らかにこう違うじゃん。そうですね、そうですね。で、成果を出すスピードであったりとか、いろいろ全然違いますよね。まあ、すげえ分かりやすい例でいくと、そのスキルっていう観点でビシッと決まってる人って、やっぱその飲み込み早いと思うんだよね。でもやっとしてる人は、多分停滞するんだよね。ああ、なるほど。高木君の言ってる例ですごい分かりやすくてさ、その、うん、これでいいのかな、どうなのかっていうので、まあ、例えば出さないとか、出しても、はい、よく分からんみたいなところで、結局、よしあしは分かんないから、そこをずっとぐるぐる回るわけじゃん。ハムスターの、はいはい、シェグルマンみたいにガーッと回るわけじゃん。うん、でも、フォーカスちゃんとしてる人ってさ、こう、意図があってやっていくからさ、まあ、いいのかも分かるしさ、うん、そこからまた次に進んで、また、なんかまた次に進んでっていう、まあ、階段ちゃんと登ってる感が、あるんだけど、多分ね、ライティング勉強するとか、まあ、セールスライティング勉強するとか、あとマーケティング勉強する、まあ、そうじゃなくても、事業をこう作っていくとか、成長させていくっていう観点で言うと、フォーカスがあるか、それともないのか、もやっとしてるのかって、もう、運命の差だと思うんだよね。それでいくとさ、まあ、スタートアップセミナー来ると、ピシッとは決まるよね。そうですね。これだっていうのは、すごいわかりますよね。これ、最初にこれやって、次こうやって、その次はこれやってっていうのは、もう、多分、すごい目に見えてわかるかなっていうふうに思います。そう、今、なんとなく話してて、その、結構、その、なんていうかな、まあ、伝わりづらいんだけど、めちゃめちゃそこって価値あるよね。そうですね。多分、長期的に見たときにっていう感じですかね。その場限りでいくと、こうね、いろんなの学んだ方がいいかなっては思うかもしれないですけど、長い目で見たら、そこが結構きっかけというか、うん、スタートにはなるかなと思いますね。なんか、まあ、高井君ってスポーツ何してたんだっけ？僕、サッカーですね。止まっちゃった。サッカーはね、はい、途中でやめちゃったか分かんない。
サッカーソフトテニスやってて、はい、はい、考えてみると上達しなかった時期って、はい、あフォーカスなかったなと思った。あそれは確かにそうですね。あの肩とかそういうものが全部俺なくて、うん、なんか上手い選手の身を見よう見まねでこう、はいはい、打ち方真似してで、うん、なんか変な癖ついたとかっていうのが、はいはい、俺はちょっと記憶としてはあるんだよね、うんはいはい、それをなんかあの先生とかにいやお前違うからみたいな話でフォーカスを戻して、うん、でフォーカスをちゃんと改めて作っていって、うんうん、ようやく技術の進歩が見れるようになったとか、うんうん、それまでは本当にその良し悪しが分かんなかったね。はいはいはい、確かに。サッカーってあんのかな、そういうの。サッカーでも結構大きいというか、まあ、それとまあ強みにフォーカスするとかに近くはなってはくるんですけど、僕まあ身長が187センチっていう、まあ、結構でかいんですけど。高いよね。まあ、あのこんだけ身長があると何するかっていうと、サッカーは足でやるスポーツなんですけど、身長があるとヘディングをするっていうのがね、あるんですよね。で結構サッカーはめちゃくちゃ大きいとか、アドバンテージとしてはやっぱ背が高いっていうのは大きいんですけど、まあ、ヘディングをいかに極めるかみたいなのを、こう、高校の時ですかね、に言われた感じですね。それで一番を取れみたいなのを言われて、でそっからは結構、まあ、そのヘディングが強くなったら他のやつもこうどんどん上手くなっていくみたいな。もともとはその足の技術とか、まあ、キックの精度とか、もういろいろドリブルも上手くなるとか、いろいろこうね、フォーカスがブレるというか、いろんなことを上手くなりたいっていうので、いろんなことをしたんですけど、結局、まあ、成果というか、あの実績につながったのはやっぱりヘディングをいかに強くするかみたいなんで、いろいろやっていくと、他のやつも、それが基準でこう決まっていくというか。うん。まあ、ディフェンダーやったんであれなんですけど、まあ。あ、ディフェンダーだったな。そうです、そうです。ディフェンダーです。あの、ボールいっぱい蹴ってくるんで、それを弾き返すっていう仕事しました。ああ、なるほどね、なるほどね。そうです、そうです。それは結構大きいかなというか、自分の軸というか、それがやってから、それに足りない部分であったりとか、それを補う部分を、こう、技術として、あの、スキルアップしていくみたいなのは、もう僕自身も結構あるかなというか。なるほどね。いや、俺、今、新規事業やってるじゃん。はいはいはい、はい。やってるじゃんっていう言い方も変なんだけど。はい、新しい事業、はい、されてますね、はい。やっぱね、その、型があるかないかの、違いが、もう身に染みてね、分かるんだよね。なるほど。はいはいはい。具体的にどういうことですか。例えば、ザ・レスポンスやってた時って、まあ、自分の中やっぱうまくいってる型とかがあるわけだね。はい、はい、はい。で、もちろんそれは定性的で、自分でこう、例えば他人でね、テンプレートしてやるっていうところまでは俺いけなかったんだけど、うんうんうん、まあ、なんかしらやり方があるわけよ。はい、はい、はい。で、その型通りにやっていけば、ある程度その仕事も早いし、うまくしっていうのはやっぱあったのよ、自分の中で。うん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 、まあ、動画こういうふうに流れ作ってとか。はい、はい。あったわけ。で、まあ、今、いざ新しいスピーゲンパイで授業やってますと、うん。で、ここの授業に関しては型がないわけじゃん。はいはいはい、はい。うまくいってるかどうか。まあもちろんある程度のものはあるんだけれども、うん、まあそれでも、まあまだまだこれから成長させて、改善させていかなきゃいけない状態じゃん。うんはい、で、いくとね、その、まあ型や型があるってことはもう次のステップとか仕事全部わかるじゃん。で、はいはいはい、これやってやりできるじゃん。はい。うん、で、PDCA も回しやすいじゃん。はいはい、こっちさ、どうするみたいな。もう何もねえじゃんみたいな。そうですね。いかにそのうまくいってる方に、その、こう、まあ、ね、集客していくか、みたいな、見せるかっていうところが勝負なんだけど、うん、じゃあそのうまく見せていく過程、見せていく方法も、これから探っていかなきゃいけない状態。うん、で、そう、ちらっとね、ぜひ読み返したいなっていう本が俺今2つあってさ。はいはい。一つが、大富豪の企業術と、はい、もう一つは、臆病者のための科学的企業法。ああ、マイケル・マスターソンの2冊。そうそう、マイケル・マスターソンの。はいはいはい、はい。あの本で、俺も、まあ、印象に残ってるっていうか、まあ、今すごい、あっと思ったことがあって、それが、はい、新規事業を作るときに、うん、OSS をしろって、よく彼は言ってね、オプティマイズ・セリフィットかな、はい。要は最適、はい、販売戦略を作るみたいな。うんうんうん、いやまあ、それはね、わかんねえよ。それは、その新規事業をそのするまでは、そこの重要性ってね、うん、いや、型作れみたいなところがあるんだけど、でもその型作るっていうのは、まさにマイケル・マスターソンが言ってる、OSS 作れだなっていうのすごい、ね。なるほど。
はいはいはい、確かに。仮説はいくつかあるんだけども、そこ、うん、いかにそこをこう強くするかとか、うんうん、それが本当にうまくいくのかって検証しなきゃいけないじゃん。うんうん、それって最適化してるっていうのとすごく似てるなっていう。まあ、何年前の本か知らないけど、はい、あのやっぱりマスターソンすげえなと思った。確かに。それはそうです。まさにこれだみたいな。そうですよね。まあ、だからその、まあ、やったことはシンプルなんだよね。そこにいかにその作ってる方にこう いかに人を見せる、多くの人を見せるのか、うんまあ、OSS なんだけど、うん、いやその 型っていうのはそのライティングだけじゃなくて、まあ、スキルの習得もそうだし、うんあのうん、こういう事業立ち上げっていうところに関しても型があるって、ねうん、すげえ思う今日この頃。なるほど。だってうまくいってる会社もさ、なんかしっかりなんかあるじゃん。まあ、それを読む言葉で言うと仕組みと言ったりするんで、うん、だろうけれど。逆にその難しい事業って肩ないじゃん。そうですね、バラバラというかね、何やって、だから改善するポイントがわからないとかね、結構あります。そうそう、わかんないし、なんかこう、不安なのよ。確かに、やりどころがないというか。本当にこれが合ってるのかって、まあ、そのまさにそのセールスライティングの、うんうんうん、本当にこれでいいのかなっていう状態の、はいはい、なんか考えましょうみたいな。はいはいはい、確かに。だから何事にもじゃないけれども、一個そういうなんかものを持っておくと、すごい安心だし。うん。ね、いつ、実際言われてみたら、そりゃそうだなんて感じになるんだけど。そうですね、そうですね。ありますね。なるんだけど。はい。ね、やってみて重要性に気づくみたいな感じですよね、多分。そう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 。知識は分かってるけど、体験して、やっと、あ、なるほどみたいなのをこう、売るっていうのありますよね。うん、やっぱ結果はね、その事実があるわけじゃん。数字が。うんその数字がどうなのかっていうのは、はい、型があって次進む、うん、型がなかったら、うん、その数字もその数字とかそのデータも意味をなさなくて、うんうんうん、っていうことを最近思いスタートアップセミナーの話聞いたときにあそういえばフォーカスって大切だなっていうのを話してて思い出したなるほどでも、ま、なんかそんな感じしない？その、ね、スキルを学び立てって、こう、なんかこう、なんかさ、一方で、こう、非常にその夢の世界だっていう観点もあれば、うん、やっぱ現実、こう、時短出しちゃうところあるわけじゃん。うん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 。やっぱそこってなんかこう、何かがないっていうのが問題かな、みたいな。うん、宗教がないみたいなさ。はい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 。そうですよね。確かに。まあ、そういった意味ではなんか、そういうものを持つとか、あるいはそれをね、うん、くれる人と会うっていうのは、俺すごい、うん、なんだろう、まあ、きっかけとしていいと思うんだよね。うんうんうん、きっかけがなんだろう、その場で終わんないし、はいはいはい。と思うから、なんかモチベーション上がって、ウェイみたいな感じじゃないじゃん、あのセミナーは。少なくとも。そうですね。ウェイだけで。ウェイだけのセミナーはやばいっすか。そうだよね。やっぱそこってなんかね、まあ、ライティングだけじゃなくても持ちたいよ、ね。そうですね。確かに。寿司という。うんうん。あ、すごい非常に真面目なこう話に。なんか真面目じゃない話がすげえ多かったから真面目にしようかなと思ったんだけど。俺の全部出ちゃうんだよね。多分。はいはい、はい。一応ね、多分ね真面目な方だからさ。ああ、はいはい。すごい真面目にこうね。こう触れないんだよね。はいはい、触りたくても。振りなくても結構戻ったみたいな感じ。なるほど、なるほど。ねえ。いや、でも、ね、すげえ、まあ、全然関係ない話だけどさ、はいはい。なんだっけな、名前忘れちゃったんだけど、もともと広告マンだった人が、実は今、あるベストセラー作家になって、超活躍してる有名人がいるのよ。はい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 。完全に。はい。この人は、確かね、1億冊を、電子書籍を1億冊初めて売った人で、ギネス記録とか取ってるんだっけな。まあ、なんか、そんながあるのよ。はい。その人のね、講義を聞くあれがあったんだけど、面白かったのは、やっぱり、その、本格にしても、ちゃんと、まあ、型というか、構成メロンみたいな話で、話すんだよ、その人。まあ、俺そういう感じが大好きだからさ、聞いちゃってた、
まあアイディアもちろんそうなんだけど、うん、でもそれをどういうふうに並べるのかっていうのは持っておかないと書くの時間かかんぜみたいな、そもそも伝わること伝わんないぜみたいな話をよくしてた。はい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 。だからすげえ大切だなって思い、また今日の話でまた大切だなって思った。なるほど。はい、喋りすぎる。あ、俺。いい。なんかどうですか。それ以外なんかあります。まあそんな感じじゃないですかね。うん。マジか。めっちゃ喋っちゃったじゃん。いい。まあその何て言うんですかね。まあ、大事だよっていうのもすごい分かるセミナーでも。なんかセミナーの告知みたいになっちゃってはいるんですけど、まあ、全員に受けていただきたいなっていうセミナーではあるのはあるので、まあ、僕も昔こうダイレクト出版の商品を大量に買うっていうことをやってたんで、ぜひこうセールスレター書きたいとかセールスライティングをこう、ね、学びたいとか、まあ、セールスライターになりたいとかっていう方は、まあ、ぜひぜひ来ていただきたいなと、うん、まあ、今後もポッドキャストに出て、まあね、まあ、西野がこうナビゲーターっていうのも今までずっと西野ばっかり出てたんですけど、僕もこうちょいちょい出てきて他の人とこうコラボするじゃないですけど、うん、っていうのはねこう考えてはいるので、ぜひ、まあ、そういう意味ではね、結構、まあ、よりなんか色がいろんな色が出て面白いと面白くなるだろうね。そうですね、面白くしてずっと俺が やってたけどなんかこの色でいいのかなっていうのは俺もなるほどなるほど、はい、まあ、例えば同じ人を例えば俺と俺がインタビューするのと高井くんがインタビューするのと全然こう変わるじゃん。はい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 、はい、そうですね、確かに。まあなんかそういったところでいくと、まあ、よりポッドキャストも色が増えて面白くなるんじゃないかなと。まあ真面目な話聞きたいんだったらたまに出る僕の話聞いていただいてでなんか途中でこいつしんどいなって思ったら、止めていただいて僕はもうなんだろう、面白い方に振るっていうのが不可能だっていうのはよくわかってるから。なるほど、なるほど。この色で行くって決めてるし。真面目な感じで。高井君とか、まあ、もしかしたら今後ね、もうちょっとパーソナリティの人増えるかもしれない、はい、そういう人たちの色で、なんか、楽しい色を見つけていただければ。はい、ね。まあ、そうですね。一応、頑張って学びのある内容にはしようと、俺は振るから。高井君たちは分かんないけど。はいはいはい、まあ、間違いなくいろんな色人が出て楽しくなるというのは間違いないので、はい、まあ、ぜひポッドキャスト、まあ、今後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひぜひ高井くんとか講師に関してはスタートアップセミナーだけじゃなくてね、今後もなんか違うセミナーをやると思うので、うん、まあ、ぜひぜひいらしてくださいな、はい、すごい、まあ、セミナーの色としてはやっぱ講師によってこう色が違っていろんなバックグラウンドの話聞けるっていうのがまあミソだと思うので、うん、そういう意味では高井くんもね、いろんなバックグラウンドがなかなかのねバックグラウンドあるのであるから来ていただければ、はい、そのお伝えできるかなと、ね、やっぱでも高井くんってあれだよね、そのなんていうかないいこと言うね。いいこと言うどういうことですか。いやなんか至極真っ当なこと言うじゃん。ああ、まあそうなんですかね。そう。いや、結構大切なことだと思うんだけどね。ああ。至極真っ当で、いや、それ普通にそう、違くないですかみたいな話をさ、はいはい、ね、第三者の視点でもらうってすごい俺は大切なことだと思って、逆にそれ意識する方だから、はいはいはい、はい。それいりますかねみたいな話とか。はい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 、はい。なんかそういう視点がもらえるっていうのはすごい、まあ、いい。なんか、まあ、ポッドキャストの、なんだろう、パーソナリティとしても、なんか面白い話に深掘りできてるんじゃないかなと思っているよ。なるほど。頑張ります。まあ、だから若干ハードルは今上げたけど。いや、すげえ上げたけど。頑張ってる、はい、はい。という感じかな。はい。まあ、というわけで、パーソナリティ、めでたくこれで一人増えました。はい、高見です。ポッドキャストよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、また来週もお会いしましょう。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。